昨日のオリジナルで第4位、好調でした八木沼純子さん、つなぎをしっかりと話していました。なかなかいいスピードですね。最初のジャンプはトリプルルッツですが、ちょっと回転を開始するタイミングが遅くなりましたね。で結果回転が足りなくなってしまいました。表情が硬くなってきましたね。いずれも3回転も失敗。トリプルトーループ、ダブルアクセル、ダブルトーループです。前半でジャンプを失敗したとき、後半が非常に精神的に苦しくなってくるんですけれども、なんとか乗り切ってほしいですね。手をついた。このダブルアクセルはきちっと決めた。前半のジャンプの失敗がありましたけれども、八木沼純子さん最後は頑張りました。オリエント急行殺人事件、サンセットブルーバードコンチェルト、曲のその内容に沿って、でこの表現力、手の動きがとても印象に残ったんですけども。そうですね、表現力のある選手だと思うんですけれども、今日ジャンプがですね、全て高さが低かったですね。
たとえ一つ目のジャンプを失敗してもその次のジャンプ、その次のジャンプがですねそれぞれ点数になっていくわけですから、どんなに失敗しても要するに、失敗したくて失敗しているわけじゃないと思いますけれども、丁寧に丁寧にね、そういう時に限っても丁寧に攻めていくという、ことが大切なんですね。5歳から始めたスケートですが技術面でも着実にレベルアップして、でシニアに入って3シーズン、芸術面でも表現力がついてきました。そのあたりこの福原美和コーチも、無駄な演技をしないようにしなさいと普段、言葉をかけているそうですが、昨日良くてもまたこの今日のフリーでその校長さんがそのままいかないとこの辺にやっぱりフィギュアの難しいところがあるんでしょうかね。そうですね、その都度追う立場に入ってみたり追われる立場に入ってみたりまたその時の体調によってみたり、非常に複雑な要因がありますね。ですからこの後にですね、トニア・ハーディング選手ですか、にとっては今度楽な状況になってきましたね。なるほどなるほど、得点が出ました。 4.8、4.9、4.8、4.9、4.7、5点台が2人というテクニカルメリット。10個ヤギルマ10個メリット4.7 5.3 5.0 4.8 4.9 4.8 4.9 4.7 4.8。アーティスティックインプレッションも出ました。 5.3 5.2、現在のところあと2人残して女子シングルは1位伊藤、続いて2位がカナダのシュワナール、3位日本の佐藤、4位がアメリカのイナ、そしてキールマン、ヤギ沼となっております。13番トニア